そして歯肉が赤く腫れています。主張しています。自覚症状はありません。そしてスケーラーという器具で振動により水を流しながら歯石を破壊して除去していきます。下の歯の裏側になりますが、一番歯石がつきやすいところです。そして大きな歯石がこのように取れてきます。一切麻酔はいりません。なぜなら歯石は石だから感覚がないわけです。しかし歯肉に器具が当たったりそのようなところで痛みが出ることがありますので、それを細心の注意を持ち除去していきます。このように大きな歯石が取れてきます。でさらに他の歯も同じように除去していきます。深い部分の歯石も顕微鏡を用いて行いますので、見ながら除去し、そして患者さんにお見せします。麻酔は一切いりません。痛いことをしないというのが橋本歯科の考えです。麻酔しないということは痛いのを我慢するのかということをよく質問に受けますが、そうではなく痛いことをしないということです。する必要があるかということも患者さんにお伝えします。痛いことまでして治療する必要があるのかどうか、そしてそれを患者さんが希望するかどうか、患者さんの希望に沿った治療を橋本歯科では行います。このように歯石を取り、中の歯、本来の歯の形が見えてきます。